皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回はおしゃれな牧場を作っていきたいと思います。そう、少し前から村を発展させようということでいろんなものを作ってきました。前々回はおしゃれな畑、前回は絵が飾ってある大きな寝室を作ったということで、今回はおしゃれな牧場を作っていきたいと思います。ちょっと見ない間に MK さんの村の村人すごい数になってるなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そう、さっき1時間ぐらい放置していたらベッドの効果なのか分かりませんがとんでもない数になっておりました。まあベッドの数以上増えることはないと思いますので、まあ安心でしょう。で、今回はね、増えた村人が職を失わないようにしっかり牧場の中に溶鉱炉じゃねえや、燻製機か、燻製機も仕込んでいければと思います。ということで、まずは牧場を作るために区画整理していきましょうか。じゃあこの階段の前3マスここ道にしまして、まっすぐ突っ切ってしまいましょう。で、今回はこの道のこっち側ですね、牧場じゃねえや畑を正面にした時に右側に、牧場を作っていければと思います。まあやっぱりね、畑と牧場は近い方がいいですよね。ちょっと村人さん邪魔だな、攻撃するつもりはありませんから本当寄ってこないでくださいね。ということで早速作っていきましょう。材料は実況外で用意しておきました。最近なんか実況外の用意が多くて大変なんですけども、まあ頑張るよという話ですよね。頑張ります。よし、じゃあ早速行きましょう。樫の木で枠を作っていきたいと思います。1,2で置いたら、あとはこっち側方向をしっかり定めながら置いていきましょう。そう、樫の木はね、方向があるんですよ。なのでちょっと変な方から置いてしまうと、ほらね、上の横の木目は、まあ、合ってないよな。ここもなんかガクッとなってますし、ここせっかく全部縦の木目できたのに横になっちゃうみたいなね、かっこ悪いことが起こりますので、しっかり全部揃えていきましょう。そしたらこっち側もしっかり揃え、あれ今ずれたな、ずれた。ここだな、ここが違うので一旦回収して、はい、しっかり置いていきましょう。そしたらとりあえず外枠ができましたので、ちょっと真ん中にも枠を作りたいと思います。だいたいこの辺りか、いや1マスだと厳しそうだな。じゃあ2マスでここ枠を作っていきましょう。で、手前まで来たらこの横にも1マスはみ出させておいて、はい、 OK、 これでとりあえずまあ壁というか枠の部分は完成しました。そしたら今度はこの上に、はい、こちらツツジの葉っぱを置いていきましょう。そうすればね、なんかちょっとした木みたいな感じに見えるんじゃないでしょうか。低木で囲まれてるみたいなね、そういうイメージになっております。ほら、いいんじゃない？で、ちゃんと内側のところもツツジの葉を乗せまして、はい、こんな感じ、 OK。 これでとりあえず中の動物は横から脱走できませんね。若干今日カミカミですけど取り直しません。はい、じゃあこのままでよろしくお願いします。で、ここまでできたら今度は上作ろうか。そう、今回はね、天井もつけたいので天井部分に取り掛かりたいと思います。じゃあまずはここ1個置いて、あー、どうしようかな、足場ブロックでやった方が早いか。じゃあ足場ブロック重ねて、ここ上に頭皮の柵をね、重ねていきましょう。そこじゃないですよ。そう、このね、頭皮のね、木材結構使うじゃん、 MK さん。最近なんかね、この村人ハウスに頭皮を思いっきり使ったせいなのか分かりませんが、雰囲気をね、統一しようとするともうほんとね、頭皮の木が大量にいるんですよ。なのでちょっと大変まあですけど、なんとか頑張って集めました。これ真ん中いらねえな、やるつもりだったけど、いや端っこだけにしましょう。そしたらこっち側からしっかり置いていきます。何マス？ 1,2,3,4,5,6 はちょっと高いかもしんないな。ちょっと待てよ、ここにもじゃあ足場ブロック置きまして、6高くね？いやでも高い方が雰囲気出るか。よーし、じゃあこの高さで行きましょう。あっち側にもじゃあ柱を立てますよ。じゃあ足場ブロックを重ねまして、ちょっと毎回効率悪いよねMK 建設、足場ブロックの使い方いまいち慣れてないんで、いやここいらんやんって思った方いると思いますけど、ご了承ください。それもね、 MK 建設のもっともう直感でやるというね、そういう感じでやっておりますので、よろしくお願いします。ちゃんとね、考えればいらないってことは今分かったんですけども、もう後で分かったらしょうがない。 OK、 とりあえず内側の柵は出来上がりました。そしたら今度は
天井ですね。天井はこちらトラップドアで作っていきましょう。これちょっと珍しいと思います。はい、じゃあここ一つ置きまして、方向的には、あー逆か、待って、どっちの方が見栄えいいかな。いや、こっちにしよう。じゃあこの方向にトラップドアをパーッと、あー違うな、ちょっと待てちょっと待って、その方向で揃えたいと思ったらこう置かないといけないのか。で、手前のところまで、はい、またポンと置きまして、もう一個手前ですね。うーわ、そしてここ置くの大変だな。ちょっと待てよ、ここに登ったらこう来て、こう来て、あと一個、あれ違うか、あと一個じゃない、ここですね。ここが端っこになりますので、これをここパーッと置いていきましょう。ちょっと日本語下手だな。はい、オッケー、置き終わりました。いいんじゃない。で、これね、一段置きだとちょっとね薄いような気がするので、もう一段下に置きたいと思います。こんな感じ。そうすればちょっと厚みが出るんじゃないでしょうか。で、その柵の部分が多分これ置けないので、その柵の部分だけはなしにしましょうか。いや、これ置いてるか置いてないか分かりづらめちゃくちゃ分かりづらくない。そして太陽を直視しないようにしましょうね、皆さんは。あら、違うよそしてさ、これトラップドア足りるかな、若干微妙ですよね。おっと、方向そこ違いますね。ちゃんとこういうのは見ながら行きましょう。なんかほら、言われなかった、理科の授業で太陽直接見ちゃダメって。確かに見ちゃダメだよね、眩しいもんね。当たり前だけど何 MK さんは当たり前のこと言ってんだって感じですけど、虫眼鏡を使ってなんか黒い紙をさ焼くみたいな、今もやんのかな。 MK さんの時はあったんだけど、そういう授業が。で、その時にね、めっちゃ怒られていた子がいましたその虫眼鏡で太陽を見るとマジで失明するよって言われてて、なんかどうなんだろうね。まあでも子供の目だと確かにな、危ないんだろうな。大人でも危なそうだけどな。 MK さんもやってみって言われたら無理無理だよね、絶対目大変なことになるわ。という雑談はどうでもいいとして置いていきます。はい、オッケー、置き終わりました。いいんじゃない。ほら、ちょっと厚みが出て豪華な感じがしますよね。そしたら今度はこの上、天井部分、今回はね、真っ平だとさ、おお、なんか空いてる。真っ平だと寂しいということで、ここにもね、ツツジの葉っぱを埋めていきたいんですけども、これさ、ここめくっちゃうとまずいよね。あー、そうだよね。だから、ここ以外にしたいと思います。なので、1、2、3枚、あー、2枚か。2枚削って、で、内側は4マス削っても大丈夫だな。じゃあ内側4マス削りで、端っこだけ2枚削りでここ剥がしていきましょう。さっきせっかくつけたのにすぐ剥がされる運命にありましたね。で、こことこう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 か。よーし、全部剥がします。はい、オッケー、剥がし終わりました。そしたらこちらツツジの葉っぱを置いていきましょう。で、一応今回ね、この花がついてるバージョンも持ってきたんですけど、これもなんかちょこちょこ入れてこっか、こういう感じで。そうすればなんかこう、なんだろう、ワンポイント的になって面白いんじゃないでしょうか。よーし、じゃあ先これをこう先これ置いて、埋まってない部分を、普通の葉っぱで埋めていくような感じにしたいと思います。で、さっきさ、その黒い紙をさ、虫眼鏡でジューってやる話したら思い出したってか思いついたんだけどさ、あれってさ、結局焦点にこう、なんだろう、太陽の光を集めるから熱くなってこうジューってなるわけじゃないですか。だったらあれでさ、お肉とか焼けんのかななんかお肉焼けるんだったらすごくない？焼肉できんのかな、あれで、虫眼鏡で。いや、無理かそこまで高温にはなんないのかな。ちょっとわかんないな。なんか焼肉までいかなくても、あ、水をお湯にするとかは無理かな。その方が大変かジューってやるやつで水を、虫眼鏡一本で水お湯にしたらやばくない？それ誰か挑戦してみたら結果教えてくださいということで、はい、オッケー、天井部分完成しました。ちょっと遠いところから見てみましょう。どうでしょうか。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、なんか華やかでいいじゃん。ブドウ園みたいこの下にブドウがね、なってそうですけども、今回は牧場ですからね。これせっかくだからさ、下もちょこちょこ入れてく？これ、こうやって。なんかその方が
雰囲気出るような気もすんな。じゃあちょっと下もね、何個かに1個かはこういう感じで花付きのツツジにしたいと思います。で、今回なんでねツツジをチョイスしたのかと言いますと、色が明るいからですね。そう、全部の葉っぱの中でこのツツジの色がね一番明るいんですよ。だからまあこれにするとこう村全体がね明るくなっていいんじゃないかなと思った次第でございます。はい、そしたらここもツツジをどんどん入れていきまして、こんなもんかな。よし、オッケー。そしたらとりあえず外側というか枠は枠まあ外側、まあなんだろうな、建物は完成しました。じゃあ今度は早速ここにね、あそこにさっき実況外で隔離した豚とか牛を連れてきたいんですけども、今連れてきちゃってもこれ逃げるんで、先にこれ、頭皮のゲートをつけておきましょう。あとはまあランタンで湧き潰しも同時にしちゃおっか。はい、じゃあまずここ、柵を置きまして、真ん中にこちら1,2,3で、こっち側も、1,2,3と置いていきましょう。で、ランタンをここに置いていい感じに明るくしておきますと、おっと、あ、ただそこじゃない、そこじゃないけど、どう？いいんじゃない？おお、あ、いい感じいい感じ。これさ、トラップドアのところってさ火透過するんだったっけ。うわ、忘れちゃった。このさ天井一応さ不透過ブロック使ってないじゃん。草は透過ブロックだし、トラップドアも確か光透過したような気がするけどな。これってどうなるんだろう。下の方暗くなんなきゃいいけどね。よーし、じゃあ一回寝てから牧場に動物たちを連れてきたいと思います。で、そしてからあれですね、溶鉱炉仕掛けていきましょう。溶鉱炉じゃないね、燻製器だね燻製器と溶鉱炉いつもごちゃごちゃになるわ。で、今回は2つしかこの檻がないので、全4種類の動物を2種類ずつ入れる必要があります。じゃあ、おびき寄せやすいから、先にあれにしよっか。小麦でおびき寄せられる牛と羊をね、1個のところに入れちゃいたいと思います。はい、小麦は用意しておきました。行くよ、羊さんたち。ま、一回これ、解放しちゃってもいいか。よし、ちょっと一回解放します。で、逃げないでよ。まあまあまあ、こいつらはね、ゲートとか開ける、能力というか、手は持ってないので大丈夫だと思いますけども。はい、で、はい、こっちおいで。こっちおいで、こっちおいで。羊と牛さん、こっちおいで。ちょっと、豚が引きずられてきてるけど、まあ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 、それはいいや。はい、こっちだよ。落ちないでよ、水に。水に落ちないで、ちゃんと仲良く整列してきてくださいね。はい、オッケー。これさ、豚を、そっち側にしたいから、あなたたちこっち。はい、じゃあここ入ってもらって、中入ったらここを閉めていく。オッケーはい、これでとりあえず4頭は入りました。そしたら次は、ああ、分かれちゃうか。種と人参ですよね。これってさ、左手に種、右手に人参みたいなことすればさ、どっちも引き寄せられるっけ？あれ？持てないか。ああ、大前提としてここ持てないわ。多分 Java 版だとできたんでしょうけど、まあまあまあしょうがないですね。あれ、豚さん、豚さんもう一匹は、あれ、あ、いた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 てかもう2匹いるわ。なんなら村の中に1匹いましたけども。はい、じゃあまずは豚さん来てください。はい、こっち側までおびき寄せまして、そこ入ってよ。はい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 、いて、いいよ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 。で、ここの中に、あ、ちょちょ違う違う違う、ごめんなさい、こっち側です。こっち側入ってもらいまして、ちょっと、ドアを閉めていきます。はい、次ニワトリさん、あと1匹、そこに1匹いるから、もう1匹、はい、おいでおいでおいでいいね。なんか牧場があると一気に村感が出ますね。はい、じゃあこっちに来てもらって、お、子供、村人の子供と鶏、そんなに身長変わらないの面白いな。はい、あー、ちょ、あ、先にあなた。で、こっち来て、こっち来て、ほら、反応して、反応して。はいはい。え、なんで？ちょ、こっち来い。オッケー。はい、そしたら閉じまして、はい、牧場なんとか、動物入れ終わりました。そしたら最後に燻製器置いていきましょう。で、燻製器ね、どこに置くかいろいろ迷ったんですけど、ここに埋め込もうか。こういう感じで。まあね、なんとなく茶色っぽいんで、そんなに目立たないと思います。端っこに1個ずつと、真ん中に2つですね。この分を組み込んで、肉屋にね、みんなになってもらおうと思います。今のところね、なんかみんな農民になるみたいな感じになってたんで、それをここで解消します。お！来てんね。いきなり肉屋。ちょっと、
何やりたかったの？いきなり就職した子たちが3人もいますけども。よし、じゃあこんな感じでとりあえず牧場は完成ということでいいんじゃないでしょうか。お、4人来たね。はい、これで肉屋も全員揃ったということで、次回以降もまだまだ村を発展させていければと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。